こんにちは、こんばんは、テナント110番をやっております、テナント専門の不動産会社チャレンジスペースの梶谷です。今ですね、東急デート線の中央林間の駅に着きました。こちらはあれですね、デート線側の改札になります。でこちらの方はですね、この小田急江ノ島線の改札の方の駅の中には商業施設があります。エトモですね、大戸屋とかいろいろ入ってもあります。駅を降りるとこちらロータリーですね、東急スクエアですか、東急スクエアがあります、大和市の行政施設、がありますね。はい、今日も暑いです。江ノ島線の中央林間駅ですね。はい、改札になります。あ、やっぱり小田急ですね、運んでそうになります。はい、正面はサンマックカフェ。はい、じゃあ今日も暑いですけども、皆さん気をつけてお過ごしください。失礼いたします。